10回完結講座1、カタカナの書き方のコツ。こちら、また前回に引き続き、ボールペンでカタカナのコツを説明していきます。ご覧ください。今日はカタカナの書き方です。カタカナは比較的、簡単です。直線的に書いてみてください。直線的に書きます。あまり曲にはしません。直線ベースに。大切なのはこういう払いの部分ですね。線を差し刺すように書いてもらうのがカタカナをうまく見せるコツだと思います。歯切れよく、リズムよく、直線的に書いていきます。そして払いの部分を早くですね。払いの部分を早く。形はもちろんですけれども、線の、冴えた線を描くことが一番大切だと思います。こういうふうに思い切って勢いよくですね。ロは、皆さん、王の筆順ご存知でしょうか ?1、2、三角です。間違わないように、1、2、三角ですからね。うん、下から上も勢いよく。で、レ。B はこちらからですね。左から右に。点々。テレビデオ。思いっきりよく払ってください。左から右ですね。点々をなぞります。まず点線をなぞってもらって、そしてご自分で横に書いていきます。ペンの角度ですね。はこれぐらいです。ボールペンを立てない方がいいですね。ボールペンを軽く振る感じでビジネス。払いは勢いよく。止まります。スの最終側止まります。で、レ。こんな感じでテンポよく書いていってください。テープ、レコーダー、こうですね。はい、これでカタカナ練習終わりです。今日はカタカナの書き方でした。直線的に書けば書けるのでカタカナは比較的簡単だったと思います。この直線的な書き方を生かして次回は漢字です。お楽しみに。